報告があったので見回りしてたんです。本当に嘘ついてない？先生、慌てて帰ろうとして職員室のコップ落として割っちゃって、ますます焦って。え、じゃああのパリンっていう音は先生の割ったコップの音だったのね。学生会室の棚に予備のコップが置いてあるの知ってたから補充しようと思って。もう夜中に忍び込んじゃダメですからね。すみません。次はインナーか。今日もバッチリだ。でもって何ボタン開けてんのよ。マリノさん、もしかして着替え中だった？うん、でももうほとんど終わったから。あんたの着替えてるとこなんて初めて見たかも。
色気は何なの？ちょっとドキドキしちゃうじゃない。タエって同性のくせになんか引きつけられるんだよな。あの、何かあったんですか？あったから来たに決まってるでしょ。マリナの洗濯物が盗まれちゃったの。え、それって泥棒の被害に遭ったってこと？そう、洗濯物を盗むなんて前代未聞だよ。その様子だとタエは被害に遭っていないのか。羨ましいな。姉さんも盗まれたんですか？うん、お気に入りよ。洗濯はクリーニング任せだけど、ちょっとしたものは手洗いする人も多いだろ。それで鍵干しするんだ。へえ、手洗いですか。私も時々そうしていたんだけど、話を聞く限りでは外に干していた人のほとんどが最近盗まれてるらしいんだ。そんなにですか。まったく困ったものだわ。もしかしてユキナ様まで被害に？残念ながらその通りよ。すっごくすっごくお気に入りだったのに。これだけの被害が出ているとなると、なんとかしなければいけないわ。だから朝から訪ねてきたのよ。そうでしたか。とりあえず部屋に入ってください。ええ、そうするわ。ああ、私がやってあげるわ。私も手伝うよ。マリナは靴下を履かせてあげる。うわー、言わないで。ほとんど着替えは終わってますし、一人で着替えられます。マリナたちに手伝ってもらえるなんてとってもありがたいことなんだから、おとなしくしてなさいよ。その通り。この暴れ馬、おとなしくしろ。鳥肌が立つ。失礼な人だな。はい、完成したよ。軽くいたずらされた気分だ。それで話は戻るけど、これだけの被害があるのに誰も犯人を見ていないのよ。犯行時間はほとんどが夜中らしいのだけど、うちの学院っていうか特に寮なんだけど、セキュリティめちゃ高いんだけどな。外部からの侵入は難しいんだよな。うん。じゃあ犯人は内部の人間か。学園で働く男の人ってこと？男の人いないじゃん。あとはめったに来ないけど神父様とか。それは意外な展開だね。犯人捕まえてみればわかるわ。問題はどうやって捕まえるかよ。侵入経路がわからない以上、張り込みが一番いいでしょうね。その場合、相手が武器を所持していた場合も考えて部隊を組織する必要があると思います。なるほど。その意見を取り入れて放課後までに何とかしましょう。ひとまずなでしこ会のサブメンバーには協力をお願いした方が良さそうね。そうですね。朝食の時にでもお願いしてみましょう。ええ。洗濯物盗んで古着屋でも開くつもり？もう絶対犯人を許さない。
見つけたら10倍返しにしてやる。マリナ、だってじゃあもうすぐ朝食の時間ですし、みんなで食堂に向かいましょうか。話の続きはそこでしましょう。そうね。なる衣服を使用してもよろしいでしょうか。それは非常に由々しき問題だ。犯人に盗まれないよう全力を尽くします。当然だ。アイギスのガーディアンが盗難に遭うのは我がアイギスの名折れとなる。それだけではない。シュータンの洗濯物を盗むなんて、シュータンにひどいことをするやつは
心的に許せん。もし不安なようならアイリスと警察の全面協力で戦ってもいい。アイリスを私物化するな。もっと他に心配することあるだろう。学院のセキュリティが甘いんじゃないかとか、ユキノやレンを狙う敵が犯人かもしれないとか。当然だ。本当に？それも考えてある。当然じゃないか。そうですよね。衣服の件は了解した。泥棒は必ず捕まえてくれ。はっ、ありがとうございます。うん、ああ、そう、茨姫可愛かったぞ。見に来てたんですか？いや、理事長にお願いしてビデオに撮ってもらった。見なくていいです。即刻消してください。無理、アイギス内にばらまいちゃった。俺の任務はその程度の機密ですか？そうですか。はっはっは、心配いらないよ。みんな仕事のこと分かってくれてるから。もういいです。では。ったく、相変わらず変な人だな。結婚の件、その準備です。ああ。泥棒なんて怖いですね。呆れて物も言えませんよ。あって、太鼓じゃない。それに若菜様もごきげんよう。ごきげんよう。相変わらず日傘がお似合いですね。純真で純朴なお嬢様って感じで。そんなこと。このようなところでどうされましたか？泥棒の話をしてたんです。あ、思い返すだけでも腹が立つわよ。ほんと許せないわ。犯人見つけたらただじゃおかないんだから。どうなさるのですか？もし犯人が学生なら捕まえて黒板に爪を立てた音を聞かせて、靴を磨かせて爪の手入れをさせて夜食を作らせて、課題を押し付けて、クリアできなかったゲームの経験値上げさせて、その上で奉仕活動でも何でもやらせるわ。でも、もしこれが外部から侵入した男だったりしたら。したら？根性を叩き直すために、ありとあらゆる苦行を強いてやるわ。目から涙が止まらないくらい目の下にリップクリーム塗って、コーヒーと紅茶と水飴をブレンドさせた特製ドリンクを一気飲みさせて、あらゆる実験のモルモットにして、山に登って崖から突き落として這い上がってきたら、また突き落として、それでも這い上がってきたら海に行って真珠を見つけさせて、海外でダイヤモンド発掘させて、ミサイルで宇宙に飛ばして、それから警察に突き出すなよ。なんて残虐な。これでもぬるいくらいだわ。
こと。犯人が死んでしまいます。ひどいことされたのこっちじゃないですか。やられたらやり返す。そうしなければ相手は自分がした過ちを自覚できないんですよ。そうでしょうか。罪の深さは相手も認識した上でしているのではないのですか。甘い。砂糖1万杯入れたぐらい甘い。わからないから平気でできるんです。犯人とは常識が違うんです。そうですか。でもやられたからやり返すって子供の喧嘩じゃないんだし、私もどうかと思うよ。タエコ若菜様はね、なんでそうなるんだ。はってなんだ。だって何甘えた声出してんだよ。タエコ様、言葉遣いが。とにかく捕まえたらすぐに通報する。いいね。さあ寮に入ろうか。私も準備しなきゃなんないし。そうですね。